れが第二の球、緊急球だな。何のコスモも感じられない無人の球なのか。レディーオン。残念だが、増票ごとき何百集まろうも話にならないぜ。第二の球、金融球を守るのは、セイントの中で並ぶべきもののない豪を誇るタウラスのゴールドセイントアルデバランだった。アルデバランの前には流星剣が効かないばかりか、シリュウたちも倒されてしまう。実力の違いを見せつけるかのように、悠然と腕を組んだままのアルデバランは、ただ一人残るセイヤにとどめを刺すべく必殺技を放つのであった。黄金の野球、アルデバラン。グレートホーン。うわあ、言ったはずだ、この金牛球は倒産と。どうなっているんだ、奴は構えてもいないっていうのに。なんという強大さなんだ。まさしく奴は恐るべき黄金の野牛だ。うぬぼれるな。ブロンズセイントごときに構えなど必要もあるまい。さあとどめだせいや、もう一度くらえ、グレートホーン。うわあ、ゴールドセイントの力の差がここまでかけ離れていると、せめて一死でも報いたい。でどうやれば。剣を抜かせるのさ。居合の剣は鞘から抜かれた後、その効力を失う。いわば死んだ剣、死に剣となるのさ。剣を抜かせる。さて、ついでにあのブロンズセイントどものとどめでも刺すとするか。どっ、あんたこのコスモ、セイヤ、お前まだグレートフォーンを封じるためには、お前の剣を抜かせる以外にない。居合の剣を封じるのと同じようにな。そ
それが分かったからどうだというのか。貴様の実力ではどうあがいても俺の剣などを抜かせることなどできんわ。抜かせてみせるさ、この流星剣で。何、流星が変化した。まさか、まさかここはビッグボン。信じられ、聖夜の剣がビッグバンを起こすと。まさか聖夜はオスモの究極セブン戦士に目覚め始めたというのか。どうだアルデバラン、お前の剣を抜かせたぜ。今度はその黄金の角をへし折ってやる。この威圧感、まさしく奴は黄金の野牛。おい聖夜、一気に葬ってくれるぞ。レディー、アーム。それだけか。うっ、弾き返すと。ぬ、聖夜のコスモが消えた。どこだ。ここだアルデバラン、約束通りその角もらった。てやー、な、何。どうだアルデバラン、約束通り黄金の角をへし折ってやったぜ。さあ、潔く負けを認めるか、それとももう一本もへし折ってほしいか。確かに俺の負けだせいや。え、俺が構える余裕さえ奪い、このタウラスの角をへし折った男などお前が初めてだ。行くがいいせいや。この金牛球は通してやる。だがこの先も同じように行くと思ったら大間違いだぜ。ゴールドセイントを決して侮るな。分かっている。あんたとの戦いでゴールドセイントの強大さが嫌っていうほど分かったさ。セイントセイヤ、ジェミニ、幻影の迷宮。君はコスモを感じたことがあるか。